はい、どうも、こんにちは、おちです。ブラックです。今回はですね、ウィニングレバープリ戦に入っちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、アーセナルの IM3 選手、一気に徹底解説やっていこうかなと思います。アーセナルの IM、今週取るべきなのか。まずはね、じゃあピレスからいこうかなと。ユングベリとベルカンプに比べて、やれるポジションが限られてくるのか。もう左のサイドだけだよね。こちらのティモ・ビンデバルドの監督で、ピレスは使ってきたんですけれども、1回目に来ているピレスはどこが上がってどこが違うのってところなんですけど、完全にまあこっちのピレスの方が強いのかなと。下がってる能力値っていうのはオフェンス率マイナス3であったりとか、ヘディングマイナス2、スピードがマイナス1で瞬発力がマイナス4なんですが、上がってる数値ですね、ドリブルが5上がって、グランダパス6、フライパスも5で決定力が2で、プレスキーカーブは1ずつ上がってますね。キック力が3でジャンプが4で、フィジカルも4で、ボディコン1のスタミナが3で、ディフェンス率がアグレッシブまでがまあマイナス1ずつみたいな感じになって、スキルもですねちょっと違ってて、今回のやつは効果ついてます。なるほど。前回のはまあマレーシアがついてるといったことなんで、まあ根幹がついてるんで根幹も狙っていけるよと。まずねスキル、これがめちゃくちゃ優秀で、サイドハーフの選手にしてはめっちゃ優秀で、ダブルタッチ持ってて、で今回根幹ついてるでしょ。でこれに合わせてワンパーワンシュースルーパス、ピンポイントクロスもついてると。で低弾のロブとかもついてるんで、パス系のスキルもついてるんだけど、ちゃんとシュート系のスキルもついてて、印象的に言うとサイドの選手なんだけど、ドリブルとかももちろんすごいんだけどね、パスが上手いサイドの選手なんで、ピレスでサイドに溜めて上がりを待ってスルーパス出せたりとか、出していくうちに今度相手側に寄せてこなくなるんですけど、今回ねコントロールカーブついてるんで、結構遠めから根幹も狙っていけるっていうのもあるんで。決めきる力もありますし、ちょっとやれる範囲っていうのは限られるんだけど、ただ使用感的には全然使いやすかったし、左ウィングとかで左ミッドとかでアーサーの個性かけるんだったら全然ガチ使うかなっていう選手ですね。今回の IM でキーワードになってくるのが、 IM アーセナルのバフをかけるんだったらここら辺の選手の評価っていうのはまた変わってくる。フィリウスとかもしそのアーセナルのベースチームにしてませんよっていう人だったら、はい、そこまで絶対必須っていうほどでもないんですけど、アーセナルのベースチームにするんだったらこの選手は結構ゲットしておくといいんじゃないかな。別にこっちに乗り換えても余裕があるんだったらね、はい、いいんじゃないかなというふうに思います。で続いて、まあ、右ウィングにユングベリなんですけど、このティモ・ビンデバルドでも使ったんですけど、あとは、4-3-1-2 の監督でも使いました、うん、ラウッツィの OMF でも使って、 4-3-1-2 の OMF ももちろんできて、左ミッドとか右ミッド1回目来ているんですけど、まあ、その1回目と比べて下がってる部分、グランダパスがマイナス4とプレースキック、ここがマイナス3なんですよ。どこがじゃあガツッと強化されたかっていうと、カーブ今回8強化されてます。で、あとボディコンなんですけど、これが5強化されたりと、ドリブル3強化されたりっていう感じで、あとはちょこちょこっとまあ1ずつ上がってると、うん、まあ、これはもう本当完全にね、結構こっちのユングベリの方がまあ切れ味増してんのかなっていう気はするんですけど、スキルもですね、こっちのユングベリはコントロールカーブ、ボールタッチ非常に細かいですね。あのピレスもね、プレー集見てもらえば分かると思うんですけど、はい、かなりボールタッチ細かくて、細かい2人とも。ピレスの場合はダブルタッチ持ってるんだけど、まあ、ユングベリの場合は、持ってない。ちょっとフィニッシュとか引っ掛けてあげるだけで抜ける。 OMF にもね結構置いても結構いい動きしてくれる、この選手いいところなのかなと。クライフとね何が違うのかっていうところなんですけど、クライフ並みに高いんですよ。クライフと使ってて、あ、ここが違うなっていうのがね、あのアグレッシブですね。これ80あってチェイシング持ちなんですよね。攻撃が終わった後にユングベリがもう一回奪い取るみたいなところも結構あるんで、2020のね後半の作品の1個前はねユングベリ使ってたんですよ。 OMF ねガチスカで1回目のユングベリ良かったんですけど、今回のはもっと良くなってるんで、やっぱり使ってて思うのもう細かいし、この選手に関してはアーセナル補正かけなくてもガチスカの OMF に入ってきたりとか、右ウィングに入ってくるのかなっていう気はします。Hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido... ¡Dispara! Vieira. La controla Berkan.
アベルケースでした。ローカスヨッカー、ディフェンスフィルダー、ラコントロアベルカー、メフォルノフェデイレセパセ、メドゥドリスパルコンシゲサカレセバロン。Ahora que tiene el balón, puede que... ¡Va por el gol! La juega atrás. ¡Viera! Gilberto Silva. La controla Beckham. La recibe. ¡Pero qué bien la pega! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién te dirá. ¡La Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. そして最後ですよ、こちらのベルカンプということで、ティモ・ヴィンデルバルトでも使いましたし、ユングビリを使用したラウチーニ監督でも使ったし、あとセマク監督とかね、すごい、まあ、いっぱいいろんな監督で使ったんですけどね、上がっている能力もあれば下がっている能力もあるみたいな。上がっている能力でいうと、まず大きいところでいうとキック力ですね、今回6上がってます。フィジカルコンタクト、ここもね4上がってて、決定力ですよね、これが5上がってね、バフかけないで99。ただ、まあ、ちょっと落ちちゃってる能力もあって、まあ、ボールキープとかね、グランダーバスがマイナス2マイナス1下がった、ブースかけちゃえば関係ない、ヘディングがねマイナス7下がってないとか、プレースキップマイナス1、カーブがマイナス5とか、ディフェンス系のところが、ちょこちょこまあ下がってたりとかするんですけど、この選手もねセンターフォワード強かったっすね。逆足頻度が1なんで、はい、逆足で蹴りづらいのかなと思うんですけど、精度は3なんで、右利きなんですけど左でもバンバン決めます、はい、遠目からでもバスバス入るし、 ST にすればチャンスメーカー働かせて低い位置にいてね、あえてミドルシュートとか狙うこともできますし、センターフォワードでもね裏を抜けるっていう感じじゃなくて、ちょっと落ちてきたりとかしてスペースを作ってくれる選手なんで、ティモ・ヴィンデバルトンの両ウィング、ピレスとユングベイとかいますけど、その人たちが走ってくれるスペース作ってくれたりだとかするんで、俺もね当たってねめちゃめちゃ使いやすいというか、いい塩梅にスペース開けてくれる選手、前のベルカンプもスペース開けてくれるんですよ。ただ今回やっぱ何が違うかっていうと、決定力がやっぱ99な、今もうミドルで決定力が99、放置しとくと普通にシュート打たれてやられちゃうみたいな、結構対処困る、前の IM とかで持ってる人でね相性良かったみたいな、こっちのベルカンプに乗り換えるの結構おすすめです。3選手全員そうなんだけど、今回のね、新 IM のこの3選手、
9のね3選手よりやっぱ良かったっすね。そうユングベリとピレスはね突出して上がってるんで、まあまあこちら強いからね。でベルカンプはねやっぱ決定力でかいなっていうところでかなりね、まあ総合値も100いってるし、はい、本当に乗り換えありだなと。 IM のアーセナル持ってないよみたいな結構難しいところで、基準となるのはアーセナルのベースチームにするか、ジューベド・シーバとかビエラとかソルキャンベルとか、この3選手持ってるんだったら引くとアーセナル軍団ができます。最強のベースチームかけるんだったら確実にちょっと取っといた方がいいかなと、はい、かけないんだったらまあお好みで、俺はでもベルカンパ取っといた方がいいと思う。他のなんか選手とは違う味を出せる選手なんで、まあそうだね、一つね参考程度になればいいかなというふうに思います、はい、このゲームぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。そしたらさらば